はようございます。リコー TV です。九州は熊本に始めてきました。荷物はこんな感じ。リュック一つの手提げバッグ一つ、この中にね、サオモルはもうカメラ機材も全部入っているんですけども、これで頑張ってみたいと思います。これ大丈夫なんですか、あの日本のトッププロの人に熊本空港まで迎えに来させるっていうこのプランなんですけど。大丈夫ですよ、日本のトッププロの人に昨日から必要なことを借りてる。阿蘇熊本空港ですね。そうなんですよ。つけてるやつですね。もちろん大会中つけてますねこれ特におかっぱり時はここに汗のができてくる今年成績はいいのはやっぱそのこれ春の大会寒くてやってられないですこれいいですよ。でこれね、なんとね、ここ押すと、はい、光るんですよ。これパリピーみたいに光っていいよってやって、夜釣りでも大丈夫ってことですね。間違いない。でも夜釣りやんないってわかんないですね。ただのパリピーになっちゃう完全にパリピーになってるでしょ。あ、でいくらだったんですか。これでいただきました山崎君っていう、はい、広島の友達がわざわざ、はい、女川の踊り場に持ってきてぜひ使ってください小森さん。これですよ今年は。小森さんに連れてこられたんですか。ここは、はい、ここはね、立ち会見って言って熊本の NBC おかずりクラブ熊本っていうのも大会会場です。でこの湖に100人近く人が集まってかっぱりやるんですけど、まあ上に卵高いんですよ。そこでバスは多いしアンガラもすごく多いっていう熊本でのかっぱりの聖地みたいなところですね。でっかいバスもいるんですけど、やっぱりちょっとプレッシャーもあるんでフィネスタ釣りとかそういった釣りで釣っていこうかなと。で天気も今日ちょっといいんでそんな感じで考えてます。よろしくお願いします。お願いします。風はありますね。タチオカをマジオカっぽく言ってください。タチオカ。タチオカ。ただ沖でギル捕食してますね。なんかギルみたいなのが虫みたいなのパチョンって。状況としてはもうアフター回復した初夏の釣りなんですか。そんなこと僕は知ってると思います。いやーさすがさすがそこはトッププロなんでまあこれにでっかいキノコが生えてるんで、はい、このキノコを見た感じではもう一雨降った後ですよね。あいや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 水温もわかんないですけど、まあでも5月水温知りたいんですか。はい、水温知りたいんですか。水温知りたいですよ。ここにディーパーがあるじゃないですか。ディーパーぶち込んでくださいよ。あ、いいですか。はい、ちょっと邪魔になっちゃうかなと思って。じゃあちょっと俺状況を調べます。水温と、はい、BOD と pH を調べてもらいます。あと何か必要なものあります。まだそんな調べられるんですか。大丈夫ですよ大丈夫です。 BOD 結構重要です。ディーパーですよ、ディーパー。じゃああとは水温と pH と BOD とあと魚のいるとこと明日の天気とあと今日夜何食べるかまで調べてください。わかりました。それはグルナビと連動してるんですぐわかると思います。はい、それバーンって投げたらちっちゃい量がボカンって飛び立つそういうのではないんです。そういうんではない。ブラスタールアーじゃないですか。ブラスタールアーではない。もうそこ入れていいですか。それエビがいっぱいいたんですよ。ここの水温ちょっと調べます。でこれ何ボーンと浮かべるじゃないですか。はい、でそうするとスイッチオンになって、はい、Wi-Fi を読み取るんで、はい、このビデオ .com って何ですか。あのクロスビデオです。あじゃなくてこれディーパーチャープってのがあって、はい、でこれで Wi-Fi つながったんでこの中に Wi-Fi 入ってるんで、あいつから今 Wi-Fi 送られてきてるんです、ね、はい、であとアプリ上げればこの GPS がついてるんで、はい、投げた先の固定マップが作れるんですよ。地図上で。来週大会あるんですよ。ここはいはいはい。綺麗に作ってもらいます。ここボートとかはフローター禁止ですか。ダメですね。あ、じゃあそういう釣り場でこそ生きる魚群探知機。はい、誰もその知り得ないなんだろう固定のちょっとしたブレイクの位置とかベイトの寄りとかが。ちなみに固定マップは
自動的に作ってくれるんですか。はい、これで今来るはずなんですけど、ですね、29.2 度水温があって、ほう、高いな。でここは60センチ、60センチの、こんなはっきり出るんですね。はい、これが良くなったのが、今まで50センチまでしか浅いとこ測れなかったのが、はい、もっと15センチぐらいから水深測れるようになったよっていうのが一つあって、これ狭いビーム290Hz ぐらいで、はい、あ、30センチ魚いますよ、水深。はい、いますよ、釣ってください。サイズはそんなちっちゃいですね。豆さんがなんかベイトフィッシュみたいなのが釣ってます。サイズ感もわかるんですか。そう、これがさらにパワーアップしたのが、今まで 2.5 センチ以上魚って認識してたのが、はい、1センチ以上の生き物を魚って認識するようにパワーアップしたんで。じゃあそれじゃもう魚だらけじゃないですか。まあまあ、だからそこは感度で、あんまり雑いのが映るようだったら感度下げてって感じで。ちょっと向こう行きましょうよ。はい、向こう行ったら石垣があるんで。あ、ちょうか木組みのところ何メーターぐらいあります。待ってください、水深知りたいんですか。水深知りたいですね。そんな時は俺を呼んでください。今日ディーパー持ってきたんで、外側と内側どっち行っときますか。60センチぐらいでした。あ、それは投げたら分かる、ちゃんとあれですね。ですね、いやー、小森さんであっても間違ってるな。ここは80センチです。微妙に20センチ違ってましたか。全然、それやっぱ大会で明暗分けるんじゃないんですか、小森さん。これぐらい、あ、80センチぐらいありますね。はいはいはい、あるんですよ。もうちょっと沖はどれぐらいありますか。はい、で、ちなみに水温は 27.8 度です。27.8 度。で、ちょっと沖に投げると2メーターぐらいありますね。 あのぐらいでもう 2.5 メーターありますね。あ、じゃあどっかに、あ、魚いますよ、魚。小森さん、どれが魚。もう1ってか、あ、これ魚。あの下がこれ魚。これ魚です。魚のマークしてるじゃないですか。フィッシュマークついてるんで。はあ、で、ブレー、あ、下にでかい、近いでかいのいます。でかいの、でかいのいます。本当にこれで釣れたらすごいよね。でっかいのいますよ、下。下、はい、今ディーパーがあるところが駆け、あ、でも駆け上がりを魚って認識してんのか。あ、でもすっげえいいブレイクですね、そこね。ここの位置ですね。こっから一気に 2.5 から、これがもう一段あるような感じですかね。そうですね、そこに一個水中の段、はい、でも確かに減衰してる時そんなだった、うん、2段あった気がしたんで、うん、でおそらくね、これはね、僕の経験なんですけど、はい、このコンディションだと、はい、このブレイクのところにバスはいて、はい、浅い方にフィーディングに入ってくると思うんですよ。あ、じゃあ静かにここら辺大切にやっていけば。いや、このブレイクの、はい、ショルダーあたり、はい、をやるか、ショルダーの延長線上の置きをやるかですね。このライン上、これぐらいでしたよね。はい、を多分まともに絡めながらやってやるとするんじゃないかなと。お、なんか木の実が落ちてきたぞ。あれなんですか。ディーパーチャープなんですけど、はい、あの位置は、3メートルで29度、水温高いですね、はい、嘘、こんな高いですか。高いと思いますよ。あ、こんなもんですか。はい、で、ジョジョ駆け上がりで、ジョジョ駆け上がって、で、さっきの位置で一気に上がるはずなんで。これなんかもじゃもじゃ浮いてますよね。これ多分ベイトですね。あ、やっぱこの延長線、80センチのボトムのこの延長線上に浮いてますよね。はい、はい、で、ここで一気に70センチのとこまで駆け上がってっていう感じ。了解です。はい、お願いします。あとは釣るだけですね。あと釣るだけです。これね、はい、すごい、さっきから顔の周りに虫が来ない。それいいっすね、でも夏の。いいね、あの頭虫っていうか、なんて言うんでしたっけ、あの頭、メバトイ、はい、ああいうのいっぱいいるフィールドで結構威力を発揮しますね。はい、さっきそこ来た時すっげえこのサングラスにバーッ来たんですけど、おっしゃ、おお、来たってなました。すげえ、わあ、映ってたと、お、いい、元気な、イエイ、おお、ディーパーで映った魚釣れましたよ。駆け上がりの位置特定して、すごい、おお、ルアーはなんで、ネックアームのネコリグ、はい、ネコリグなんですね。はい、いやー、すぐ、おかっぱり始めてすぐでしたね。いやいや、すぐかどうかわかんないですよ。今ね、ちょうどそのブレイクがその辺って言われたところ、はい、丁寧にやってたら。これのおかげなんじゃないですか、小森さん。
あ、ちょ、でも実際ちょっと役立ちましたね。はい、また気になったらちょっと、はい、お願いします。行ってください。この子逃がしてあげましょう。飲まれちゃったかなと思ったけど飲まれてなかった。わあ、でも綺麗ですね。いい魚ですね。この手前が40センチなんで、はい、はい、下空いてますもんね。空いてるからちゃんと出てきます。おお、元気。いや、九州で初めてブラックバス見ました。九州にもいましたね。ありがとうございます。小森さん、これ針ってあの作ってる針だったりするんですか？そうですね。今松針をまあもうすぐリリースになる針があるんですけど、MS フックっていうね、松針なんでね、MS。はい。エンジンのモビルスーツってことですか？モビルスーツではないですね、はい、剣付き、剣付きなんですよ、まあ、この剣を使ってルアーをホールドして、要は縫い出しでもこうずれてこないような、はい、例えばあのライクとかホローベリーとかの愛字引き、ああいったのにはこの剣が絶妙に役立ってくると思います。これ大きすぎるとね、またこうラインが絡んでこうルアーがフッキングしなくなる原因になるんで、もう微妙な大きさの剣にしてあるんですけど、あとも線形の細さと、まあ、折れない結構この粘りのあるベースを使ってるんで、まあとってもでかい魚に対しても有効ですし、刺さりもすごくいい針ですね。で形もまあちょっとかなり考えられて作ってます。縫い出した時のためにここの直線を必ず生かしながら、まあ刺さった魚がこっちにホールドされるっていう、まあ僕の理想な形のマス針で、こいつは結構いい針ですよ。ちなみにレッグワームには何番を今使ってみて、今のは、ネコリグだったんですけど、はい、まあ8番、はい、8番が主に使うサイズかな。そこからちょっとやっぱりワームサイズが大きくなって、カトテールの4インチとかになると6番、はい、でそのカトテールの4インチでもちょっと早く落としたいなと思ったら5番っていう感じで使い分けていきます。あと10番まで出てるんで、ちょっとライトキャラとかでゆっくり食わせたいなって時は針をちっちゃくしてやってもいいかなと思います。なんでしょうね、いろんなものが重なり合ってずれましたね。はい、ブレークの位置が分かってネコリグでやってみて、サイズがちょっとちっちゃいんでね、もうちょっと大きいの、はい、何食ってるんでしょうね。そこまで調べればですね、今ちょっと見て、あ、見れるストマックとか持ってきてるの、踏んで大体分かるじゃないですか。あ、お尻をブリブリってやったらうんこするんで。小森さんうんち大好きですもんね。いやいや、そのわけのわけでそういうふりはいらない。小森さんうんち大好きですよねそうなんですよ、言われても困りません課長か。僕の行ったことある野池って、魚を釣るためだけだったらレッグワームのネコリグで 99% 釣れるんですよ、ほぼ。例えばすごいでかいのしかいないっていうところだったらそんなの投げる必要ないと思うかもしれないですけど、とりあえず数釣りたいとか魚触りたいってなったら、レッグワームの 0.3 から 0.9 ぐらいのネコリグでゆっくり落としてやって、ピュピュってやってやると結構簡単に釣れてて、だいたいそれでやっていって1匹目釣れて、ちっちゃかったらちょっと違うこと考えようとか、大きかったらまたその大きいのに合わせたルアーを選ぼうとかって言ってサーチに使うんですけど、結構どこ行っても釣れることが多いですよね。あれ、それこれ沈む虫、ちょっと沈む虫に変えてみます。ブーンチンですか？ブーンチン、おー、エンジンの、あ、今何食ってるか分かんないんで、はい、まあ、レッグアームでやってみて釣れて、そのまあ、ちょっと落ちてくるものに反応したのか、はい、お供にあるものに反応したのかっていうのが知りたいんで、ちょっとこういうの、まあ、魚が見えないですからね、はい、まあ、今のはちょっとこのなんていうか、そのブレークの浅いところに投げて止めている時に食ったから、今は虫にして、はい、そういったのを探しに来てるやつがいいのかなって思って虫にして見てるんですけど、うん、まあ、最初はレッグアームのネコリグで、まあ、あれで釣れるんだったらこれ P にしてラインで当たり取ったりしてる方がいいかもしれないですね。さっきのバスのサイズだったらこの分鎮はちょっとでかいかもしれないですね。うん、ただいつもここでオカプレ大会やるんですけど、あのサイズ2本は絶対勝てないんで、はい、僕といいのは言いますよ、はい、それを探しましょう。了解です。これちなみに、はい、押すと光ります。課長か。じゃあ小森さん、俺沖のもう一段深みの場所を調べときます。壊れませんか、そんなに。この距離、いや、あのボディはすごい強いボディなんで、ああ ABS になんかちょっと鉄混ぜたような ABS、 はい、 ABS 樹脂で、で
あの距離でも全然 100m まで届くんで、はい、あの沖がだいたい今 4.3m で28、まあ基本こうやってやっぱ投げて、これまあまあ便利ですね。投げて巻いてくる魚群探知機なんで、本当初めて今日使ってるの生で見てるんですけど、はい、結構おかっぱりの人たち使ってるんじゃないですか。でも案外やっぱりおかっぱりの人って魚群探知機内定でずっと釣りされてる方が多いんで、どちらかっていうとボートとかでやって普段魚探とか使っている人がおかっぱりでこの情報欲しいんだけどなっていう方が買うケースが多いですね。なるほど。おかっぱりの人はいやそんなんなくても投げればカウント取れば水深分かるからっていう印象の方やっぱ多いと思うんで、ただ改めて自分も昔小さい頃から行ってた霞ヶ浦とか使ってみると、想像とやっぱ1メーターぐらいずつ水深がずれてたりとか。1メーターってずれすぎですね釣り人として致命的な勘どころがちょっとあれかもしれないですけど、まあでもそういう情報を集めながらやっております。でこういう感じで投げるごとにどんどん固定マップが増えすげえ増えてくん でこれ全部履歴でクラウド上に情報が残ってるんで、来年例えばこの池に来た時も去年何度ぐらいあったかなとか。すごい、こんだけくるくる回っても振動車はずっと下向いてるんですね。そうですね、その糸結ぶところがちょっと斜めのキャスティングアイにつけてるんですけど、ワカサギとかボートで使う時は真上の穴使うんですけども、投げる時はこの斜めのところでたら振動車がちゃんと下が捉える。すごいな。これいくらぐらいですか。これ39,000円。39,000円か。はい。39,000円。考えちゃう。はい。パスワードしたら一回目。はい。ビーポー。最初多分人間に見れるそのあの下端テンダルと思ってたんだけど。はい。結構これすごいですね。地図も作れる。地図作れます。で自分だけの野池の固定マップとか作れるんで。お。まさに。こういうボートもフローターもダメだよっていう野池で、まあおかっぱり大会とかやられてるんだったら、まあちょっと勝ちに絡む情報をもしかしたらゲットできるかもしれないからね。なるほど。昔アイヌ面の釣り大会とかって、やっぱ基礎の切れ目を狙うっていうのは、はい、切り分かりますもんね。はい。でチャープになってから周波数が今まで2周波だったのが3周波に増えたんで、そのチャープっていうやつ、これ新しいチャープってやつなんですけど、今まではその290って言ったら290しか出してなかったんですけど、その290帯の結構いろいろな周波数を出してそれの平均値を捉えて絵にするように進化したんで、今までのただ290だけ出してるのっていうより、その 290Hz 帯のそのあたりのやつをいろいろ出して、それを綺麗に図にするように、前より正確な地図、前よりも正確に、前より小さいのも測れて、前よりだから、例えばルアーの落としてる軌道なんかまで捉えられるように進化したんで、ちょっと下、例えば 1m 四方ぐらいの、まあ 1m ちっちゃいから、はい、3m 四方ぐらいの半分とかは綺麗に出ます。出ます。そうなんです。要はボートと一緒でこれを走らせるスピード次第だと思うんで、はい、そのブレークの角度とかもより正確に出るような、やっぱボートの走らせるスピード、そこはボートとあれ一緒だと思うんで。確実なこと言いましょう。はい、さっきからそれ投げてるから影響力バスはそれに釣れないっすね。いやいやいや、さっきこれのおかげで釣れたじゃないですか小森さん。いや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 、ルアーつけてくれてるんです。続く